れまだ工事やってんじゃん。7月8日から7月20日ほら増えてる期間が7月8日かな、まだやってないの。おかしくね。左左、しかしもう俺らは何しに来てんだろうね、本当に。そんなこと言うなよ。違う、このなんかこんなさ、工事終わった、工事終わったって聞くことあるって思うもん。気にした、気にしんけどな、やたら気になるんだよな。やっぱ思いっきり通行止めって書いてあるな。柏木トンネルってあれだもんな、あの、そうそう、総線トンネル前の一個、そうそうそう、あれだもんな。そう、あ、通行かって書いてあったぞ。かって書いてあったよって、俺の方で突っ込んだよ。忍者じゃん。あ、いける。ああ、入れるっちゃ入れるのか。トンネルを直しています。柏木トンネルが直されたっていうことはあれだな、次は朝鮮トンネル直されるな。だな、いかん、朝鮮トンネルがビフォーアフターされる。やめて。もう久々やん。本当やな、直されとるな一応。ああ、この辺そうなのか、うん、それ何、1ヶ月も2ヶ月もかかるの。やっぱケチつけさせたらうまいわ。そして相変わらずここの道は狭いね。相変わらずの。お、とうとう来ました。え、まだか、長いね意外と。うん、なんかだいぶ長かった覚えがある、あの柏木トンネル。あ、まだ赤い橋も来てないな。地面が舗装されてるもん。確かに道路は綺麗なんだよな。ガタガタじゃねえもんな。そう、地面がなんか土に変わって、コンクリから土に変わったら、あー朝鮮トンネル近いんやなっていう、なんかそうだったね。アラームだから。この赤い橋を来てないんだ、これ全然じゃねえか、全然じゃねえか。まだ遠いな。そうするとあそこから歩こうっていう気は嫌だったな。遠いね、遠いね。そして絶景だね、ここ。これ乗らんから壊れへんのかな、この橋。絶景だよね、ここいつも見来るけど、たまにいつも来たらキモい。紅葉の動画がいい感じにあれです、あったもんな、伝えた場所だ。すげえな。 あったね、こんな道。これ逃げてもらえるかな、これ本当に行けるのかな、向こう。行けるだろうけど、うん、めっちゃ時間かかるぞ。でも通ってんだよね、こうやって見とると車がちゃんと。掃除用のあれじゃないの。掃除用なのかな。どこを掃除するんやこれ、むしろ。っていうか、だからあの、要は木々、あの台風の影響を片付けた時の車じゃないの。いや、もっと来とるぞこれ、多分バイクやら。柏木トンネルまだあるとか、向こうのあれだったもんな、全然この辺関係ないもんな、まだ。向こうから来とるんじゃねえの。ね、どっか道前になかったもんな、行き止まりやったもんな。今行ったさ、あの恵那方面かな、うん、のさ、あの道あるやんか、うん、あっち側からかな、ワンチャン来れたんじゃない。今頃俺も今気づいたそれ。うん、そうなんだ。柏木トンネルは封鎖されてたけどって、うん、向こうから来れるんかもしれんね。ああ、でもこのルートは見たことある。そうそう、この、あ、もう車通っとるもん、もう。ああ、やっぱりあっち側からのルートならワンチャン来れるんだな。だな。こんな風やったっけ。でもひょこんとすぐに現れたもんな。でも道は間違ってねえもんな。あ、来た、ここだ、ほら。ああ暗いな、相変わらず。ああ、この絵面だわ、この絵面だわ。この絵面だ。でも、どうした？いや、カメラ、デジカメラ。まあいいや、俺はカッチャの撮れ高を期待してようか。
にちは、ちんちゃんはんです。こっちだね、カメラの向き。さあ、あ、進んじゃった怖いかなブレーキとアクセル間違えちゃそうです。なわけないねんけど。さあ、やってきましたよ、あなたの念願のトンネルに。久々の挑戦トンネル、ここの1個手前のトンネルが工事中でここに来れなかった。来れなかったっていうんやけど、他の道があったっていうのも今日気づいてしまった試す帰り、試してみますか一回ね。まあね、ほんと半年5ヶ月ぶりに来たけど、やっぱしここのトンネルマジ怖え暗さがなんか違うもんね。暗さとね、不気味さ、この茂みもうね、本当にマジ怖え。中どうなっとるかもわかんない。あなた一人で歩いてきて。歩くここに一人乗るのも嫌やろ、多分。分からん、10分戻ってあなた戻ってこなかったら、とりあえず警察に電話かなって思うぐらい。ここ電波どうある？ここは、あ、入らんかった気もするな。おお、やべえぞ。ああ。まあ、とりあえず今日は一回車で通過して歩いてみるなら歩いてみましょうか。そうですな。ね。歩こう。まあ、とりあえず一回車で行きましょうか。行きましょうか。では皆さん、一緒に行きましょう。来たくねえな、行きたくねえな。チェンジ。さあ、皆さんもね、ここの朝鮮トンネルの暗さを、電気つけちゃうけどね。電気なしで通れないでしょ、これ。マジ怖い。では皆さんもね、一緒に、朝鮮トンネルの、ね、中身、みんなで見に行こう。暗いわー、暗いわー。暗いな、相変わらず怖いな、ここ。そうなると13、14も行きたくなるんだよな。あ、なんか今白いのが飛んだ。え、今左上なんか白いのが動かなかった。気のせいか。左上カメラのガラスの反射がすげえんですけど。だろうね。このまま暗く行こうか。わあ。いかんない。あ、大丈夫ですよ、これで。うん、大丈夫じゃない。今なんか左上白いのがあって、何もねえもんな、この光ねえもんな。まあいいや。あ、結構もやがかかってんな。さっきのもやかな。あ、本当だ、なんかもやかかってんな。なあ、何このもや。だから虹が見えるぞやめろ、ネオンがつく。ネオンじゃなくてもカラフルになりつつあるやん。え、何このもや、マジで。わからないよ。え、怖っ。怖っ。かかるかな、これ。下の方だけもやかかってんだけど、下の方全体かかってんだ。これラブはこのライト。でも誰か来とるみたいね。こっちの方が見やすいか。どうだろう。さあ、もう出口やん。すごいもやだね。寒いのかな、中。こっちはもやだね。あれ、何このもや。なんかえれ雰囲気が違うね、向こうとこっち。安定の心霊スポットだな。本当だね。この車になって初めてじゃね。そういや、ここへ来たの。あ、こんなんだったわ。さあ、着きまして、通り越えました。どうするやねん。とりあえずトンネルの中そんな寒いのかだけ歩いてみる。いや、来たんだから行くしかないでしょノリノリや。ノリノリじゃねえし。いや、すげえ、すげえ耳元を虫が飛んでくるんだけど。わっ、あれ、こんな環境したっけな、このトンネル。あ、涼しい。あ、でもほら、ヘッドホンとかが映ったの新しいぞ。トンネル入った瞬間、なんかあのクーラー効いた部屋に入ったかのような涼しさ。それまで普通の外の蒸し暑さだったのに。これ、部
編集で音拾いにくそうな声しとんな、音しとんな、何も見えん、ああね、真ん中行くと水がすごい。若干横の方がなんていうの、安全だぞ。まあ取りに来る人はいないでしょう。置いとくのはいいけど、単純にあれだぞ、明かりなくて多分何も映らないぞ。どういう意味？空気が循環しないだけかな、この霧は。あ、ライト持ってきてる。あ、もう入り口が見えるよ。嘘。本当。あ、本当だ。入り口見えるってめっちゃ遠いじゃないか。最大ズームしてようやったじゃないか。コウモリうるせえ。動画でトンネルが真っ白。うわぁ、梅雨は来ちゃかんな。あー、ダメな感じか。違う、このトンネルが問題なんだと思う。ああ、飛んでる飛んでる。あ、巣か、あれ。本当だ。違う。かわいいやん。うわ、うわ、かわいい。うわ、すげえ、ガチ塊だ。すげえ、こんなん初めて見た。キモ、帰ろ。キモ。あんな風になるんだ。そう、これか。キモ。いや、全部コウモリ、マジに。わあ、なんか蜂の巣みたいになってるもんな、肉眼で見ると動きが。でも水滴と違うものが。なんでこった。この辺か、あれか。わあ、キモ。幽霊はカメラに映らんもん。水滴とまた違うもんだな。も
ここちょっと進もうか。これを越えて。おう。行こう。おしっこしないよ。うわぁ、よういけるなぁ、あんた、なんか怖え。ぐいぐい進みよりやキモしか言わないわ。え？上にそれがキモいからだよ。まあ、ライトないし、暗さは暗いでしょうな。声の反響やべえ。いや、衝撃的なもん見れたわ。まあ、昼だし。でも、あんたが首絞められたのこの辺だよね。そう、この辺。いや、もうちょっと、入り口のちょっと向こう。そう、なんかあの出口側っていうかさ。そう。やべえな。あっつ、あっつっていうか何、幽霊もクーラー欲しい時代か、これ。だろう。ですね、今日はね、濃霧注意報やった。濃霧警報でした。っていうか、幽霊があれ、クーラーガンガンに効かしとるのが。そう、気温差がすげえ。ね、なるほど。っていうかさ、さっきめちゃくちゃ晴れてたのに、トンネル出てきたらもう曇ってるぜ。あらまあ、山の天気変わりやすいね。雷鳴っとるし、飛行機でした。全然面白くない。一回来や、あと一回来やいいかなと思った。ここは楽しみたいんだな、ね、ちょっとよ、霧が、ノームが結構きついもんでよ。そう、今日なんかクーラーガンガンに効かせた、なんかこれ、こんだけ湿気あるとトンネルは難儀なんやな。そうですね、多分前日の夜とかの分の湿気全部残してるんでしょうな。だろうな。ほんで外の気温と中の気温が違うので、これ完全水滴なんだろうな、もうあれなんだろうな。すごいな。なんかな、なんだかな、あれすげえな。一箇所黒いなんていうの塊があって、うん、なんていうの模様かな、模様じゃないけど、そういうなんかあれかなって思ったら、そう、動いてる、巣だって。こう動いてる、巣が動かねえし、俺は巣作るんかなと思った。ツバメの巣みたいなのコウモリ作るんだって思ったら、ちげえ、本体だ。でもこの不気味さがいいよね、このノームさんが。
ね、なんかあからさまになんか演出だもんね、なんか。カレツの日に来ないか。俺逆さまになっとるね、俺。あ、虹が見えるもんな。そう、なんかほんのり綺麗なものが見えかけるからさ。三途の川かな、俺。帰り道で事故るクラブか。いやだ、俺は帰るよ、きついと。ここいいね、対向車が来ないから。うん、絶対来ないでしょうな、対向車。カメラ持ってるね、また後で車内撮るんで。めちゃくちゃ綺麗に映るんだよね、スマホって。そこそこやん、夜景って。でこの不気味さだな、この青色の電気、マジ不気味だな。電気っていうか、あ、こっちか。こっち、気持ち悪い。それ全然気にしなかった。さあ、こっからやったね。あー、いけるんかな、これ、本当に。ガチ山の中ですよ、地図見ると。そう、行ってみようか。そう、行ってみるぞ。鈴原来たっけ。まあいいや、行ってみましょうか。うわ、迷うなら。あれ、行けるな、これ。今さ、そこの橋見た時にさ、うん、この柏木トンネル工事中ですみたいな看板あったの。うん、あ、こっち側来れないかったら、いらないよね、あの看板だって。いらないよな、来れるな、こっち。俺たち、なんでみんな2ヶ月で、3ヶ月とかで取れとったんだわ。じゃあ俺たち第一号じゃねえし。3ヶ月ダメだ、工事で行けねえ行けねえ言うとおったの意味ねえな。なあ、無駄なガソリンを使ってまで来ちまったんちゃう。いや、でも割と遠、山1個2個超えるぐらいの覚悟したガソリンは、あれのガソリンは覚悟した方がいいと思うぞ。こんなとこ来るかな。見てよ、あれ大惨事なんだよな。すげえな。まあ、ほんまに山越えがいるパターンだな、これ。だな。まあ、同じ。いい、つけといて大丈夫。うん、一応取っとく。なんか取れたかないかな。なあ、欲しいな。もうコウモリのあれで十分なんですけど。コウモリはきついな、ちょっと俺には。たっぷりズームしといたから。あ、でも結構通っとるね、これ。うん、意外と。だってただの山道で何も規制しないもん。これだか、これだな、可能性。しまったな、完全これとは。お前で画像が流れるのが不思議だと思ってるね。やっぱしこっちだな。クマ？クマ！あ、一気に怖くなった。何ここ。やべえ、今のクマだぞ。マジか。取れたのよね、今。やべえ、とうとうクマが出てきた。北海道以外でもいるんだ。すげえ。うおー、怖え、今の意地をマジビビったぞ、俺は。俺も、あ、そろそろ S 字になるんで、みたいなことを言おうとしたら、なんか黒いもんが走ってきたと思ったら、クマやん。おい、クマ。マジで。え、すごっ。今、取れたよね。いや、取れたと思う。おー、すっげー、マジビビった。もう、絶対何も現れんと思っとった、俺。取れたかあるかなーなんて軽く言っとったら。あー、怖え、クマは怖えだろう。時速め30キロ出せられたよ、車。潰れちゃう。あなたがさ、あーって言うやんか、うん、俺その瞬間目の前見るやんか、うん、クマモンが走っとると思ったもん。シカとか言われた、シカにしてはデブいぞと思った。いや、あれ、コグマ。コグマでしょうな。うわ、すっげー鳥肌立った。いや、シカ以上にビビった俺。クマ
でも俺鹿以上にビビりはしんかったな、なんか。いや俺はもう、だってもうノーマークやん。もう鹿なんか絶対出ねえと思ってるし、下掛けやし。俺はクマ見た瞬間、クマやったなって 心の声がさ、もう俺もやったって今になんかさ、しょんぶんちびりそうやった今俺。いや、やべえ、でけえのが出てきたらどうしようと思ったもん。そう、それは思った。子グマイコール父ちゃん、母ちゃんやなと思ったもん。そう、でかいのいないよなってちょっと周りを確認する。俺もこうやって下見てさ、いねえよなと思ったもん。あー、クマか、とうとう一番出くわしたくねえものに出てきたね。これ挑戦トンネルもワンちゃん危ないんじゃなかろうか。かもな。しれっとトンネル反対側行ったらクマいたんだけど、おめえここ怖くねえ、萌え君。